今回は1日1食しか食べないイッチたちの質問スレを4本紹介します。短期間で体重が落ちる、肌の調子が良くなるなどのメリットがある1日1食生活ですが、実際はどうなのでしょうか。1本目は2018年8月に立てられたスレを紹介します。1日1食の生活を8年続けてるけど質問ある？何でも来いよ。1食の量は多い？1人前ぐらい。夜勤とか得意？やったことない。運動してる？全くしてない。インドで発見されてそう。インドは行ったことないな。肉体労働じゃなければ余裕で行き。実際余裕だね。好きな食べ物は？最近牛丼が好き。体重は？52キロ。血糖値的に体に悪そう。血糖値は正常だよ。血糖値ぐっと下がってって、そっからガーッと上がってくのが体に悪そうって話。そもそもの食事量が少なさそうだからそんなに影響ないんかね。途中で飴とかジュース補給しとんのけ？お茶しか飲んでないな。たまにチョコも食べる。メリットがいいですね。朝昼食べられないだけ。高橋一生も1日1食だって言ってたな。なんか山登りするときにエネルギーを保てるって。山登りするのに1食ってすごいな。1日1食だと絶対太りやすくなるよな。やっぱり低燃費で動けるようになる。わからんね。体脂肪 5% くらい？4月の時点で 10% だった。やっぱ気持ちいい。気持ちいい。食べる量はどうやって減らしていったの？それともいきなり1食に移行したの？いきなり1食にしたよ。もともと食が細くて無理して食べてたからね。なんでそんなことしたの？朝も昼も腹減らないから。一日の活動量も一般人より少ないわけだけど人生無駄にしてる気にならない？ゲームできてればそれでいいかなって。寝覚めはいい？ぐっすり寝れてすっきり起きれる。仕事のジャンルは？情報系。精進料理とか好きそう。片岡鶴太郎のやつで見たけどあんまり好きじゃないかも。修行者になって悟りを目指せよ。普通の生活がいいです。といったところでこのスレは終了。案外健康そうです。次のスレは2018年2月に立てられたスレを紹介します。1日1食で1年くらい生活してるけど質問ある？答える。1日1食にしてからの方が調子がいいな。腹が減るとか全くない。おすすめのアニメ教えて。アニメおすすめなんてない。どんなメニュー食べてるの？米と菓子パンとジュースがメインだな。あと野菜も少し食う。やっぱニートなん？違うぞ。1日2時間時給100円くらいで働いてる。てかニートだと思ったんだよ。俺も昨日から始めたんだけど2日目にして朝昼夜さらには深夜食いした。慣れたら腹減らなくなるぞ。そんなんで人生楽しいのか？飯食う回数が少ない方が人生楽しいだろ。食ったら眠くなって楽しめない。痩せてる？身長体重？172cm 82kg。なんでそんな太ってるのよ。一食にする前からだいぶ太ってたの？太るために食いまくってるからな。一食にする前は80から50キロくらいだったな。一日一食の量を多くしてるってこと？そんな大きくなってどうなりたいの？食い物なくなっても生きていけるようにしてる。ガリガリになった方が燃費良くて長持ちしそうじゃない？太ってればガリガリになるまでの時間があるからさらに長持ちするだろ。うん、すぐ力尽きそう。は？太らない方がかっこいいよ。食に困ることなんて起こらないでしょ。無職になったら食に困ることも起こる可能性がある。無は無敵の無やろな。仕事してると昼くらいにお腹空かないの？空かないけど。慣れるまではきつい。一食って昼か？別に俺はきついとかなかったな。食ってるのは夜。夜だけだと昼間体力持たないだろ。しかも酒飲むし食べ過ぎちゃうと思う。タモリは昼だけで夜は酒飲みとか言ってたな。そんなことないぞ。昼間食わなくても何の問題もない。いつも食ってると空腹に適応できなくなるってだけ。そうかねえ。夜食ったら消化で睡眠の質落ちるとも聞くし、昼抜きは空腹感うんぬんじゃなくさすがにカロリーが足らんだろ。それ嘘だろ。空腹だと眠れないじゃん。昼抜きは空腹感うんぬんじゃなくさすがにカロリーが足らんだろ。人間は体脂肪もエネルギーに使えるから慣れれば何の問題もないぞ。夜は酒飲みでいける気がする。ギリ大豆くらいはつまみで食うかもしれんが、でもあれ結構カロリー高いんだよな。朝昼フルーツとかも食わんのか？南雲石は食べてたけど。南雲さん50歳くらいの時にテレビで出して、その時は確かに年の割にかなり若く見えるなと思ったが、最近はなんか、な。一日何時間くらい寝るの？6から7時間くらいだな。寝ない日もある。趣味は？こちゃん、ゲーム。食うのが面倒で似たようなことになってる。タンパク質半分も取れてないはずだから超早死にコース。取れてるよアホ。米で 10g、パンで 30g、肉で 10g、あと牛乳とかヨーグルトで 10g。60g くらいは取れてる。ちなみに成人男性が1日に摂取するべきタンパク質の量は約 65g だそうです。脂質と糖質片手糖尿やら高血圧になるぞ。糖質ゼロやで。パンイコール炭水化物イコール糖質。といったところでこのスレは終了。3本目は2018年12月に立てられたスレを紹介します。約5年間1日1食で生活してるけど、なんか質問ある？何でもいいぞ。なんでそんなことしてるの？当時大学生で金がなかったから、いつの間にか慣れてた。痩せてそう。痩せてるよ。何食ってんだ？普通に一人前食べてる。体調とかどう？健康診断は血圧だけ引っかかった。高血圧。わしは18年。
糖尿寸前。マジ？腹筋割れてる？筋肉ゼロ。食費は？平均すると一食300円ぐらい。それ逆に病気になるぞ。痩せてるのに高血圧とか。怖いね。タモリかな？お前はタモリさんなのかな？あの人も一食なの？片岡鶴太郎ぐらいしか知らんかった。ニートならともかく働いてるならエネルギーが持たない。おやつ食べたりエナジードリンクとかタバコやってるのか？全然平気。おやつは休日たまに食べる。タバコは吸わない。忙しい芸能人でも一日一食って人結構いるぞ。福山雅治、高橋一生、タモリ、ビートたけし、千葉真一、ガクトなど。身長体重教えて。172センチ、50キロ。ガリガリじゃんもっと食え。食えません。一日3食とか、朝食を食べろとか誰が言い出したんだろうな。現代人って食べ過ぎで病気になりまくってんじゃないの。一食っていつ食べてるの？朝？夜だけ。この5年で何食？ 365×5 食。メンタリストの DAIGO は1日 1.5 食らしいな。朝食取らない、昼食軽く、夜は好きなだけって感じらしい。体脂肪率は測ったことある？確か10代前半だった気がする。300円あれば3食食べれるよ。ひもじい。そもそも適正体重とかいうのが適正じゃないのでは？適正は60何歩とかだった気がする。5年間パン食った枚数教えて。食パンはあんまり食べないよ。だいたい普段どんなもの食べてんの？昨日はすき家、外食かコンビニが多いかな。食事以外にカロリー取る？例えばジュースとか甘い缶コーヒーとか。麦茶かカルピス飲んでる。酒は飲む？一滴も飲めません。一日一食、一食600キロカロリー。一日600キロカロリーでやっていけるのか。基礎代謝とかいうのもデマだったんだな。部活で走りまくってる高校生でも2000でいいって言うし、俺は歩くぐらいしか運動しないからね。一日一食で高血圧になったり糖尿になったりしてるし、間違った食い方なんだろうなと思う。怖いね。食パンと牛乳だけの生活を5年くらい続けてるおじさんいたけど、消化器が弱くなって食パンと牛乳以外食うと吐くようになったって言ってたわ。いろいろ食べてるから平気。高血圧じゃなきゃ長生きするやつなのにな。マウス実験だと、カロリー制限したマウスはめちゃ長生きしたらしい。免疫力もかなりアップしたとのこと。健康は情報が錯綜しすぎてて、何が正しいのかわからなくなってくるな。世間の常識の1日3食とか朝食は取れとか、白米がいいとか牛乳がいいとかも疑わしいし。実は光合成してたりして。かもしれない。5年間で病気とかした？風邪とかはよく聞く？風邪は全く引かないけど2015年にマイコプラズマ肺炎になった。マジレスすると吸収率がいいんだろうな。3食で2000キロカロリー食べてる人は実際には1000キロカロリー以下しか吸収できてないそうだし、1食で600キロカロリー食べてる一致は600キロカロリー全て吸収できてるのかもしれない。詳しい仕組みは俺も知らんが、吸収率の良し悪しには膵臓の働きが関係してるとか。といったところでこのスレは終了。今まで紹介した3人の一致は共通して、必ず夜にご飯を食べているようです。4本目は2019年2月に建てられたスレを紹介します。1日1食生活にしたらコスパ良すぎててさ。食事の時間を他の活動に充てられる。3食のアホと比較して食費が3分の1で済む。1日1食なのでご飯がより美味しく感じられ、食への感謝が深まる。そのエネルギーで活動できるとか身長低そうやな。175センチ52キロやで。ゾロガリやんけ。歯磨き時間も短縮できるで。食費3分の1なわけないやん。腹減って何もできんわ。1日3食すら食べられないってかわいそう。でもニートじゃん。無職の引きこもりなら1食でも可能かもしれん。スポーツ選手とか肉体労働とかやってるわけじゃないなら1日1食でも十分なんだよな。現代人は栄養取りすぎとも言われる。内臓も休まる。キチガイドが足りない。他の活動かっこなんぜ。なんや君、4時に寝て今起きたんか。子供部屋からレスしとるんか。3食でも1食でもその内容が重要なんじゃないのか。パワー良くないやろ。せめて2食じゃないとな。しっかりバランスが整った食事は1日1回でいいと思う。あとの2回は適当に納豆とか卵食っとけばええやろ。老けるぞマジで。逆やで。食わん方が老けない。本物最近見ないけど生きてるんやろか。つい最近見たぞ。3000円分くらいの半額貸しパンの山の写真見せて自慢してた。毎日3食同じものばっかり食べる方が安上がりやで。2食がベストだったわ。もともとある程度簡単な食事を2食で生活してたのが日本人だよな。肉体労働者はそれじゃ持たんというので3食にしたら一般人まで真似始めたわけで。そんなもん子供部屋から出てこないやつにしか無理じゃね。一日中何か食ってるから実質1食。意外と有名人にも多いで。まあワイは2食けどな。夜空腹じゃ寝つけへんねん。ラマダンかな。ワイも一日1食の時多いから多重44キロしかないわ。飯食わんと胆石ができて地獄を見るらしい。自律神経狂うで。ちなみに主なリスクとして、筋肉が減りやすくなったり、脂肪蓄積が進みやすくなったりすることがあり、他にもリバウンドや栄養失調、便秘の可能性があるようです。寿命削ってるだけで草。すぞぼけ。5年くらい1日1食やが一向に痩せない。ちな182、761食1500カロリーくらい。ちょうどええやんけ。脂肪多いんか？体脂肪率は 14% くらいや。昔は身長同じで66キロくらいだったから痩せたい。筋トレして人生狂った。ええ体やんけ草。頑張
チで痩せてるやつは今を楽しんだ方がええで、筋肉つけると不幸になる。マジで糖尿病になるぞ。血の一食の時に米で糖質取りすぎるとガチで太るから気をつけるんやで。夜ご飯だけはママが作ってくれるからな。これだからこそおじやめらんねえ。一日一食だと腹減って常に空腹感があるから他のことに集中できないんだよな。飢餓状態になると脂肪を溜め込むようになるのと代謝が落ちるんや。だから健康になりたいなら3食食べて栄養と摂取カロリーを調節した方がいい。一食で食事制限とかやると逆効果。だから何をするにも結局効率が悪くなる。バイバイマヨ年くらい一日一食生活かっこ夜ご飯飲み屋は168cm、52kg、体脂肪率 10%。 ちっさ。クソガリ君じゃん。ある程度体重増やした方が生きやすいぞ。体重はその生活を始める前に仕事のストレスで3ヶ月で68キロ、52キロまで減ったんや。その後食欲もなくなって1日1食でええわってなって今に至る感じや。一応せめてその1食では健康に気をつけようと青汁とか納豆とか毎日食ってる。食べるって割と人生の楽しみ占めてると思うんやが、美味しいもの定期的に食べないと鬱っぽくなってくるで。ガチの食事管理してるとうまいもの食うのもそれはそれでストレスになるから困るわ。定期的に食ってはいるけど。腹減ったら機嫌悪くなるから無理。毎日まずい飯食ってるやつよりうまい飯食ってる方が間違いなく幸福度も高いし、抗うつ効果もあるやろな。ワイもニートだった時1日1食生活してたわ。171cm 56キロのガリや。ただ、夜に一気に飯食ったりしたら胃腸びっくりしてかしらんけどかなりの高確率で下痢してたな。一度に食うと消化器官にめちゃくちゃ負担かかるんや。単純に1日に3回も食事取らなきゃいけないってのが面倒で仕方ない。摂取カロリー抑えられるし胃腸への負担も大幅軽減されるんだから1日1食に切り替えない理由がないやで。飯食ってうんこするのが楽しすぎるのに1日1回とか弱すぎない？ガクトが1日1食で米食べないらしいけど映画とかドラマとかのロケに出てる時とかロケ弁だろうし、どうしてるんだろ。米だけ残しておかずだけ食べるってことしてるのかな。一日一食って言ってるやつでガチで365日一日一食のやつなんてまずおらんやろ。基本的に一日一食ってだけ違うん。何食ってるか知らんけどせめて2食は取れよ。一日5食くらいにして小分けにして食う方が良いことに気づいたわ。腹いっぱい食わんから頭も働いていて。わ、一日一食で半年で10キロ体重減ったわ。62キロまで行って減らなくなったからやめた。酒やめてこれにしたらガチで痩せたわ。でも寝る前までになるべく消化器の中すっからかんにしといた方が朝の目覚めはいい気がする。ワイがリビングに降りると嫌な空気になるから食事したくないねん。といったところでこのスレは終了。皆さんは一日一食生活についてどう思いますか？